おいお前、俺の名を言ってみろ。なんだ？てめえなんぞ知るか？バカか？そうか。なんだ？体が動かねえ。もう一度だけチャンスをやろう。俺の名を言ってみろ。知ってるだろ。それでは俺の名前を言ってみろ。ああ、そうだ。殺さないでくれ。肝の小せえ野郎だ。あんた、妹を助けてくれたのか。ありがとう。何を勘違いしている。この女は俺がもらった。胸に七つの傷、ジャッカルや騎馬一族を滅ぼしたという。そうや、このお方が一総伝の北斗神拳唯一の伝承者、ケンシロウ様だ。やはり行くのか、レイ。一つだけ頼む。たとえ命をくれと言っても俺は拒まん。言ってくれ。友の言葉として聞こう。バットとリン、あの二人を頼む。連れて行かんのか。今度の敵はおそらく身内。北斗神拳同士の戦いに。総伝の北斗神拳に身内が。俺、三人の兄に北斗神拳の奥義を伝えられるのはただ一人。そのため兄弟の間に血で血を洗う多くの悲劇が起きてしまった。今度ばかりは生きて帰れるという保証はない。二人を頼む。死ぬなよ。マミーさ、生きなされ。もう自分の幸せを考えなされ。夫の家、あの人は剣だ。ユリアさんの思い出があるから、あえて父親に目を覚めなかった。どうかたの名を言ってみろ。知りたいか。こいつの名はジャギ。かつて兄と呼んだ男だ。
壁を壊せば進めるか。真剣ではない。ジャギはどこだ。バカめ、口が下げても言うもんかよ。もう一度聞け、ジャギはどこだ。なんか口が勝手に南のオアシスだ。行け、行くがいい。貴様は必ず殺される。ジャギ様は弟の貴様に対する憎しみだけで生きている。行って殺され。バカ野郎。俺に対する憎しみだけか。その耳が弟に似ている。小僧、わざと杖を出しやがったな。待ってください。お兄ちゃんはまだ杖に慣れてないんです。許してください。よし、ではお前の右足をくれ。そしたら許してやってもいいぜ。わかりました。それで許してもらえるなら。お許しを。この子は今日まで兄の手足となり一生懸命生きてきたのです。本当によくできた弟なんです。よくできた弟。兄より優れた弟なぞ存在しねえ。来い、己の無力さを思い知らせてやるわ。誰がこんなことを。ケンシロウ。奴はどこに。ジャギ。
貴様には地獄すら生ぬるい。そんなに殺気立っていて隠れても意味がないぞ。ん？子供？よくも弟を。お前なんか人間じゃない。弟を返せ。かつての俺の甘さがこの幼い兄弟に悲劇をもたらしてしまったのか。互いの秘宝をよく狙え。ふん、弟にたかがケンシロウごときに俺様が負けるはずがない。かかったな北斗千住殺。親父見たか、ケンシロウはまだまだひよっこだ。この腕では北斗神拳を継ぐことはできん。早く俺に決めたらどうだ。愚か者が、自分の体をよく見てみるがいい。くっ、飛行の部分にあざが。もしケンシロウがその気だったら、お前の体はすでにただの肉塊になっている。お前も少しはケンシロウを見習うといい。ふん、親父、あんたはいつもそうだ。よく見てみろ、どちらが打撃を受けている。こいつに手加減などする余裕があるはずがない。この程度が実力だ。いいか、お前が俺に勝つことなどありえんのだ。伝四郎、なぜ負けを装った。兄だから。そのお前の優しさはいずれ災いとなってお前に降りかかるだろう。撃て、撃つがいい。撃て。この痛み、必ずあの男に届けてやろう。だてめえ、見ねえ顔だな。ここがどこだか分かってんのか、こら。知らん。ジャギのところへ案内しろ。変な奴が仲間をぶっ飛ばして。
るる、カルマ。やっと現れおったが、この日の来ることをどれほど待ったことか。早く死に場所を選べ。貴様は死ぬべき男だ。来い、ケンシロウ。ここなら邪魔が入ることもない。これで心置きなく貴様を殺せるというわけだ。どういう心境の変化。闇討ちが得意のお前が。貴様はあの時俺に勝ったとでも思っていたのか。あの時のことをよく思い出せ。兄者たちはなぜ何も言わん。ケンシロウに伝承者の座を奪われて口惜しくないのか。北斗神拳は一子相伝、伝承できるのはたった一人。俺は知っているぞ。伝承者争いに敗れた人間がどういう運命をたどるか。剣を封じられ名乗ることも許されん。そのためある者は剣を潰され、ある者は記憶を奪われた。俺は許さねえ、認めねえ。この剣を俺より劣る弟に潰されてたまるか。今ならまだ間に合う。親父に謝り伝承者を辞退してこい。なんだその目は。なぜ含み針や銃を使う。どうして剣だけで戦おうとしない。うるせえ。要は強ければいいんだ。どんな手を使おうが勝てばいい。それが全てだ。貴様、いい加減にしろ。殺してやる。貴様さえ死ねば。あら、北斗八門九段。行け。貴様に伝承者の資格はない。バカめ。今が俺を殺す最後のチャンスだったのだ。それを逃した貴様の不運を思い知らせてやる。俺は貴様から受けたこの傷が痛むたびに貴様への憎悪を燃やし募らせて生きてきた。そして俺をおびき寄せるためだけに俺の名を語り、多くの人々を犠牲にしてきたのだな。この矢が何かわかるか。お前はまだ年端の行かぬ子供まで殺した。これにはその怒りと悲しみとが込められている。ああ、あの時のガキのことだな。そんなクズどもの命などこの傷の痛みの比ではないわ。覚悟しろ。あの時は俺が足を滑らせたために運よく勝てたが。まだ気づかないのか。あれは足が滑ったのではない。すでに飛行をつき足の自由を奪っていたのだ。何？だが今は貴様を生かしておいた俺の甘さを後悔している。その悔いをこの場で断つ。これから貴様に生き地獄を味わわせてやる。なぜ俺がこのヘリポートを選んだと思う？俺にはガスという切り札があったのだ。死ね、ケンシロウ。この俺の顔より醜い焼けただれだ。この非常さ、
この凄み、昔のケンシロウではないな。無数の敵の血を流してきた真の友と呼べるライバルたち、その友たちの血が目を変えた。友、真か、真の友だな。貴様が友と呼んだ真、奴の魂を悪魔に売らせたのはこの俺だ。ユリアを諦めきれずにいる奴を揺さぶり、消えかけた炎を再び燃え上がらせたのだ。なぜ諦める必要がある？今の時代、ケンシロウでは生き抜いていくことはできん。となれば、ユリアは必ず誰かの手に落ちる。それでもいいのか？お前ほどの男が何を迷うことがある？奪い取れ！今は悪魔が微笑む時代なんだ。貴様が、真？あの世で真と抱き合って泣くがいい！俺様は誰だ？名を言ってみろ！俺は北斗神拳の伝承者、ジャギ様だ！バカが、どうあがこうと貴様は助からんわ。愛は地上から消え失せ、終わりだ。終わりだと、バカめ。これが貴様の地獄行きの旅の始まりだ。貴様にはまだ二人兄がいることを忘れたか。貴様の地獄が目に見えるわ。何？あの二人が生きていたのか？もし、もし生きているなら、俺は会わねばならん。
特にトキ、あなたには。今日までの命なんだ、何だってやってやるぞ。よりによってわしの店先で暴れよって。ここにガソリンがある。食料と交換してくれ。あ、あ、あんたいい度胸してるね。あんたもだ。しかしあの男が荒れるのも無理がないさ。なんせ奇跡の村の唯一の生き残りなんだからな。ある時村に救世主が降り立ってよ、病人に触れるだけで治しちまったんだ。あ、あんた戻れ、殺されるぞ。あんたもあの男と同じ魔術が使えるのか。奇跡の村のことを教えてくれ。その村は歩けなくなったもの、病に侵されたものが捨てられた、ただ死を待つだけの村だった。だがその村にあの男が舞い降りた。奇跡は起きた。あの男一人のために村は蘇った。その男の名はトキと言った。やはり生きていたか、トキ。だが突然あの男は変わった。やつは俺たちをデクと呼び、まるで実験を楽しむように次々と。村は死に絶えた。バカな。この俺もデクだった。体を疲れ3日で死ぬと言われたんだ。助けてくれ、今日がその3日目なんだ。頼む。あの時が。私にはな、夢があるんだ、ケンシロウ。この世には病に悩む人間が何千何万といる。私は憲法家としてより北斗神拳を医学の一つとして生かしたいのだ。兄さん、ありえない。あの時が殺人鬼に変身するなど。あんたとにかく助かったよ。あっちの店で一杯おごらせてくれ。あれは時のデクガリ隊。まさかこの店でデクガリを。おいお前強そうだな。俺たちと勝負してみねえか。好きなものをかけていいぞ。ならば貴様らの命をかけてもらおう。命をかけろだと。大きく出るじゃないか。おい、この正真正銘のバカの始末は任せる。わしは別のデク候補を探すとしよう。さあ来な、坊や。俺様の技術は俺様の秘術で数倍にアップしている。お気に入り秘術か。ただのバカではなかったよ。だが敏捷性はどうか。また
私はトキ様によって超人の数倍の敏捷性をさ。相手を見て喧嘩を売るべきだった。俺の名はケンシロウ。トキのところへ案内してもらおうか。トキ様、奇跡の村の噂を聞きつけた旅の親子連れが、いかがいたしましょう。よかろう、通せ。トキ様、この子が助かるのであれば私は何でもいたします。どうかあなたの手でこの子を。わかった、そこに寝かせなさい。はあ、心配するな、あと3時間もすれば目を覚ます。久しぶりだな、ケンシロウ。なぜ変わった、時なぜ子供を殺した。そんな俺は変わらん、ただ時代が変わったのだ。時代が医学より暴力を必要としているだけのことだ。ケンシロウ、暴力はいいぞ。お前は昔の時ではない。この技のキレは、ケンシロウ、よくぞ成長したものだ。お前の体で北斗神拳究極の飛行を試させてもらうぞ。時、何がお前を変えたのだ。俺がこの村に着いた時、村に医薬品など何もなく、人々は死に絶えようとしていた。その様を見て俺は確信した。今こそ俺の秘術が生きる時だと。そして俺の力で村は蘇った。だがほんの数日村を開けたその時、初めて怒りに我を忘れた。そして気がついた時には、たとえようもない悲しみが俺の胸を突き上げた。俺はこの時悟った。俺の夢など所詮たわごとに過ぎんことを。そして北斗神拳の本来の道はまさに殺人道であること。うるせえ鬼め、見ろケンシロウ、これが新しく発見した飛行、激進行だ。あなた無駄だ、激進行を封じる飛行はない。どうだケンシロウ、人体の神秘を知るには犠牲が必要なのだ。その狂気に歪んだか、貴様は断じて時ではない。北斗の宿命か、邪気だけでなくもう一人の兄までも殺さねばならぬのか。俺は貴様の死であり命の恩人だ。貴様の技など手に取るようにわかるわ。
最後だ。せめて祈るな。見えない。全く見えない。そんなバカな。北斗神拳伝承者の名を背負い、今日まで生き抜いてきた俺の剣を受けるがいい。俺を倒したければ女の体ごと俺を突き破るしかない。さあどうだ。そこまで落ちたか。大専用をつい、貴様の体はびくとも動かん。動いてみろ。俺の手で北斗神拳はより強靭になり、より恐怖の剣となる。ではどこの飛行から試してみるかな。剣、その男はお前の兄、トキではない。その男の名はアミバ。かつて俺と同じ南都聖剣を学んだ男だ。お前の言う通り、俺はアミバだ。ではトキは一体。トキか。この村で奴を襲った悲劇は本当だ。お前、ことごと甘い男。まだまだ剣に戸惑いがあった。それが命取りになったな。今度は北斗神拳に目をつけたか。お前の顔と一緒で一つに落ち着かん。ふざけ。誰も俺のことを分かっちゃいねえんだ。俺はどんな剣法でも誰よりも早く習得することができる天才だ。だが誰も認めん。誰も奥義を授けようとはせん。時も俺の天分を認めようとしなかった。それで人体実験を繰り返し北斗神拳を極めようとしたのか。もう一度言う。俺は天才だ。俺が身につけた北斗神拳の前にはその正統伝承者もこのざまだ。こびろこびろ。俺は天才だ。バカめ、お前は知らんのか。北斗神拳の奥義には飛行封じというものがあるらしいぞ。何？北斗神拳の正統伝承者をお前ごときの偽神拳で倒せるものか。もし本当の時が俺をついた、いかに俺でも飛行を破ることはできん。時と俺とでは差があるというのか。そんなわけはない。俺は天才だ。誰も俺には勝てん。シュー。だからついていた。だがお前の正体が分かった以上、命令は聞かん。
キトキトキ、どいつもこいつもトキ。なぜだ、なぜ奴を認めてこの俺を認めねえんだ。なぜトキになりすました。なぜだと、奴はこの俺様の顔を叩きやがったんだ。奇跡か。そのぐらいのこと俺にもできる。おお、足が悪いのか。どれ、俺が直してやろう。ああ、いえ、私はもうトキ様に。心配するな。俺は天才だ。俺に不可能はない。その足を直す飛行はこれだ、うん、うわあ、あ、間違ったかな。どけ。ああ、俺の顔を、天才の顔を。もう大丈夫だ。貴様、この俺を誰だと思ってるんだ。死ぬぞ。誰かは知らぬが、生病法は使わぬことだ。この老人の足は時間がかかる。それでか。トキはただの殺人鬼、そして北斗神拳もただの殺人拳。もはや誰も疑わぬわ。貴様は長く生きすぎた。バカめ、凡人が俺に勝てるか。俺は天才だ。デクを使い、すでに新飛行のいくつかは究明している。見ろ。アミバ流北斗神拳。さーて、どこの飛行からついてやろうか。無関係に後ろに進む。地獄は自分の足で歩いていける。この先で確か俺が死んだの時の居場所がわからんぞ。安心して落ちる。貴様らに殺される時ではない。 なぜ俺がこんな目に。天才のこの俺がなぜ俺が。
マミヤがお前を追って村を出た。アミバがトキの偽物だと俺が突き止めたとき、本当のトキの居場所を探しにな。ある町で落ち合うことになっている。無事ならそこで待っているはずだ。熱い女だ。あ、こいつです。トキの居場所を嗅ぎ回っていたのは俺たちやな。頭にトキのことを探ろうとするやつは殺せと命令されているのだ。おれ、骨がきしむぞ。たまんねえ。若い女の骨はいい音がする。様子が騒がしい。急ごう、ケン。嫌な予感がする。時の名前マミヤ、感づかれたか。うん、先を急ごう。哀れな連中だ。俺たちの待ち合わせ場所に現れるとは。Thank you.
こちらに俺が会いに行くと伝えておけ。バカめ、貴様ごときがあのお方にかなうものか。これも伝えておけ。この世に俺より強い奴はいない。帰れ。これは俺自身の問題だ。奴の心の中にユリアンがいる限り、誰も奴の心を開くことはできんぞ。分かっているわ。ただ少しでも剣の宿命を、あの人の苦しみを救い取ってあげたい。その報われぬ愛のために。マミア、まだなのか。近いわ。聞こえない？鬼の鳴き声のような音が。これがカサンドラ、またの名を鬼の鳴く町。ここに時が。一度収容されたが最後、二度と生きてあの門をくぐることができない死風の監獄と。お前がそれほど会いたい時とはどういう男なんだ。時、本来ならば彼が北斗神拳の伝承者になるべきはずの男だった。神技体、どれをとっても火の打ち所がなく、あの邪気でさえも認めていた。だがあの時。早くシェルターへ。ケンシロウ、ユリア、こっちだ。ごめんなさい。ここはもう一人、いえ、どう詰めても二人までです。時間がありません。すぐに死の灰が押し寄せてくるわ。マミア、敵、レイザー、待て。そして2週間後、俺たちがそのシェルターから出た時。いや、時は俺とユリアのために死の灰を浴び、伝承者の道を断念した。ケンシロウ、私はいずれ死ぬからだ。それまでに何人の命を助けることができるか、それが私の生きていたという証だ。俺も会いたくなった、その男に。今日はいつになく鬼たちが泣きおるわ。国長、あの時が美女を。あの何事にも無反応だった時が。さすがだな時、このわしの伝説に挑戦する者の到来を予感しているようだな。国長、
ケンシロウと他2名がこちらに向かっています。ユッハッハ、来たな無謀な挑戦者よ。行け、ライガ・フーガ。まずは貴様らが不落のカサンドラの恐怖を教えてやれ。まるで人の気配がしないけど。マミア、目の前をよく見てみろ。カサンドラの英士ライノ。同じくフーガ。ここを通すわけにはいかん。この門を開けようとする者には、あるのに道を開けぬと死ぬぞ。我らカサンドラの人間にはその言葉は脅しにならぬ。すでにあらゆる人間がすべて死に支配する奴は何か妙なものを持ってやがる。ニシン風雷拳。ニシンに一体同じ血、同じ筋肉、同じ感性を持つ者のみが習得可能の剣。剣、気をつけろ。奴らの間に挟まれたら終わりだ。ニシン一体同時に倒れぬ限り何度でも立ち上がる。お前は死んでいる。バカだ。俺たちの剣が見破られるとは。終わりだ。なぜ殺さぬ。敵意より悲しみ。お前たちの目は悲しみに満ちている。たったこれだけの戦いで俺たちを見切るとは。あんたにかけてみよう。あんたならカサンドラ伝説を破るかもしれん。そして俺たちを含めここに生きる全ての者に再び光と生を。この門は開けておけ。もはや二度と閉ざされることはない。独唱のウィグル様だ。この鬼の鳴く街カサンドラに自ら踏み入るとは、その無謀なる勇気だけは褒めてやろう。だがここで貴様は生まれて初めて恐怖というものを知ることになる。貴様らの希望が絶望に変わっていくのをゆっくりと楽しむがいいわ。話はそれだけか。かかってこい。
いつの間に無知の先を。今度はお前に本当の恐怖を味わわせてやる。聞こえんな。そうだ、お前たちに仲間を紹介しよう。あれを見るがいい。ここにある墓にはこのウイグル様に救世主気取りで挑んできたバカどもが眠っておる。すでにお前の墓も用意してある。安心して討ち取られ。その墓は大きめに作ってあるのか。いや、なぜだ。ではできるだけ小さく畳んでやる。その墓に入るのはお前だ。エラズ口を叩きよってキャサンドラ極超ウイグルの真の姿を見るがよい。確かにわしの攻撃を受けているはず。言ったはずだ、墓に入るのはお前だ。いい、ではお遊びもここまで。その猛虎破局だ、受けてやろう。ここまでこのわしを侮辱したことは許せん。色作さ、さすがだな北斗神拳、褒めてやる。 しかしカサンドラ伝説は不滅だ。わしの伝説が。墓標はいらん。落ちた。ブラックのカサンドラが。俺たちはとてつもない救世主を手に入れた。マミア、気づかないか。あ、そういえば聞こえないわ、風の音が。鬼たちの鳴き声。やった。俺たちに再び光と聖が戻った。この太陽も大地も全て自由だ。俺たちは絶望の淵から救われた。ケンシロウとトキ、この二人が交わることを極超は極度に恐れていた。一体この時代に何が起ころうとしているのか。俺は
この目で見届けてみたい。ライン、フーン、トキのローマで案内してくれ。あれは、剣王親衛隊。剣王とは何者だ。剣王とは、世紀末覇者を名乗る恐怖の支配者。その正体は誰も知らない。このカサンドラも、奴に逆らった者を処刑するために作られた監獄の町。ウイングルすら監獄の番人に過ぎなかった。今すぐ降伏するのだ。お前ごときに勝ち目はない。剣王の手が回っては、もうここまでじゃ残念だが。それが返事か。ならば死ぬがよい。ライムとフーマがいない。レイ、剣王親衛隊も消えたわ。どけ。俺たちは何としても牢を開かねばならぬのだ。我々は断じて時にあの男を会わせるなと命じられている。剣王様の命令だぞ。そんなことは分かっている。だが何かが俺たちを動かしている。ならば死ね。この通路を塞げば誰も時の獄舎へ近づくことはできん。離せ。塞いではならぬ。この通路は恐怖に支配されている者たちの明日への希望。あの男にかけた以上、俺たちもこのぐらいの血は流さねばならん。しぶといやつらに。もうおしまいか。剣王の犬どもめ。覚悟は決まっている。さあつけ、ついてみろ。死ね。剣、ライがフーガの後を追う。後から来い。
閉まってしまったわ。剣なら一人でも大丈夫。それより俺たちの方にも客が来たみたいだ。やっ、この穴から奥に行けそうね。こいつ化け物だ。寄るな。いい加減に観念しろ。大切な死だ。ただこの通路を守るためだけに。ライカ、フーガ、安心して眠れ。悪の炎は俺が消す。出てくるがいい。居場所を教えてもらおうか。さあ、トキの居場所を教えなさい。この先だ。もうおしまいだ。敗退しろ。俺は剣王に殺される。遅かったようだな。ケンシロウはもう来ている。壁が早時を殺すしかないわ。
すのだ。北斗、無条件バカ。せめて痛みを知らずに安らかに死ぬがよい。飛行剣聖の北斗神拳、右上破顔拳。時の北斗神拳にかかった者は知る間際天国を感じる。いい気持ちだ。侵入。すごい。これが時という男、これが北斗神拳。剣王とやらがこの二人の再会を恐れていたわけが分かった。痩せたな、時。だが、まだ生きている。私の体では旅を続けることはできん。だから、あえて囚われの身になって待っていた。行こう。お前に見せるものがある。この匂いは血の匂い。あの男、剣王は己の力をより強大にするため、あらゆる剣法家、武道家の達人を集め、その極意を奪おうとした。凄惨な悲劇がこの血の数だけ。ジャギ、アミバも剣王の命令で動いただけ。アミバの発見した新飛行機も全て剣王に伝えられた。剣王の前に人はなく、剣王の後にも人はない。人間は己一人。それが世紀末覇者、剣王の狂気の野望。そして剣王はラオウ。え、ラオウ、剣の長兄。知っていたのか。俺にはまだ鬼の鳴き声が聞こえる。この鳴き声を止めることができる男はただ一人、お前だ。